こんにちは、コーチングアーツです。何を基礎とするかの定義ですね。難しい、困難だと言いました。確かに難しいんですが、じゃあ、持久力つけなきゃ、筋力つけなきゃ、瞬発力だよね、バランスだよね、いろんなことを言う。でもそれはずいぶん前に申し上げた、特に戦後の東大のお医者さんですね、伊海二郎先生が作ったようなパブロフから来たところのいわゆる人体生理学みたいなところを基本にして作ってきた 体力概念ですよね。あくまでそれは、その話じゃないんですよ。その話で基礎だって言っちゃったら、こう我々が活動してる意味が全くないので、じゃあ何をもって基礎かというと、もっと原点をお話ししちゃうんですね。じゃあスポーツですから、まあ競技者でしょ、ね、アスリートとは決して言いませんからね。競技者、もっと言うと、じゃあパフォーマーでもいいですよ、ね、パフォーマンスって言うんですから。競技者パフォーマーである前に、人間って何ですかっていう問いかけをもっとしなきゃいけないと思うんですよ。もっとしなきゃいけない。人間であります、もちろん人間でありますし、同時にどうですか、はい、動くものですね。動物でもある。そしてこれは一応ね、学問的と言われます。学問上、人間の中に、人間でありますけど、その中に動物的側面、動物側面、植物側面、この3つが存在しますよ。それは生物としてですが、言うたら人間であり動物であり植物であり、総称して生物、ね、生物としての基礎って何だ。この地上で生きる生物として高重力、重力の逆らいながら自在に呼吸をし、バランスをとり、臓器を養生し、そして骨格筋によって動きを賄う、この側面、3側面から見た基礎って何っていうのに、我々見たい新たな基礎の見方ですよね。これを提案していきたいなと思ってます。定義は難しいですよって言いました。その上で改めて生物学的に見ると大事なんですよ。ここ欠けてるんで、スポーツ界って生物学やらないので、やらないんで大問題です。これそこからアプローチすると、生物は大きいわけですよ。進化的に言うと植物、動物、人間、この3側面から見た基礎性、生きる上での生物としての機能の基礎って何だろうかっていうのを見る。そこの充実が、ね、スポーツだろうが何だろうが、生物として地上で生きる成果に大きく影響するのは当たり前ですよね。その見方での基礎を十分に育んだ上で、特化した専門家に投入する、ですから人間全として見た場合は、持久力だ、バランスだ、なんとかだっていうふうに、どうしても限局してしまう。そうでもっと保と広げて生きるための、食、消化吸収含めた性の世界もそうですね、はい、または動物になると背骨と四肢の問題が出てくる。そして人間になると初めてバイペダル二足で立ち上がって頭5キロ支えるという脅威な世界が始まる、ね、この辺もこのプロセスの中が全部我々の体内に実は潜んでいる。その全部に不活をしていって、生きるということの機能性を引き上げるみたいな、ちょっとかっこいいですけど話なんです。そんなにバカには聞こえないはずですよ、ですからその辺の基礎の見方の刷新、我々はそれをルネサンスと言いたいんですけどね。その意味で言うと、動作を今の業界見るとあまりにも軽視、ここに定義ることにどれほど人の成果性、成果、行動の成果力、成果を出す、能力がやっぱり安定かつ引き上がるかなってことを実感してるからサジェッションするだけなんですけどね、この辺の問題で多分にまだまだある。今日も聞いてくださってありがとうございます。